はいどうも、タメです。今回も南米ユシバリ監督キャリア続きやっていこう。さあ今季4冠目指して戦っているドンカスター、まずリーグ戦の方が残り13試合で勝ち点58の2位と非常にいい位置につけております。もうここから先はね、取りこぼしたら負けの本当にひりついたデッドヒートになっていくと思いますんで、残り13試合一切気を抜かずにやっていこう。そしてカラバオカップね、前回準決勝を勝ち上がりまして、いよいよ次回が決勝戦となります。ついにね、目指す4冠のうちの最初の一つをかけた戦い今回やっていくと思いますんで、もうここで落としたらもう早々に4冠の夢はついえてしまうので、絶対に勝ちに行きたいところ。ただ相手がユナイテッドというね、以前かなりの苦戦を強いられている相手なんで、どうなっていくのか。さあ FA カップの方はね、前回4回戦の再試合を5対0で勝利をしまして、次回が5回戦と、でまた相手アーセナルというね、厳しい相手を引き当ててしまったわけだが、さあもうここもね、4冠目指すと言ってる上では負けてられないんでね、もうチーム一丸となって乗り越えていこう。でやばいのがチャンピオンズリーグね、前回ついに決勝トーナメント始まりまして、ベスト16のファーストリーグを戦ったんですが、まさかのヘンクに0対1の完封負けと、もう内容的にもザ負け試合って感じだったんで、もう FA カップを解消したチーム A と、ヘンクに完封負けのチーム B と、対照的な結果となってしまった。それこそもう本当にセカンドリーグで逆転しないと終わりなんで、本当にここは予想外に追い込まれてしまったなというところとなっています。それではやっていこう。さあ今回どう進めていくか、まあ、3月のねチャンピオンズリーグ、この追い込まれた状態での一戦もやっていきたかったんだけど、まあ、ただ今回はね、このカラバオカップ決勝、そして FA カップのアーセナル戦と、絶対に落とせない試合が2試合続いてるんで、もう今回はストレートにこのユナイテッド戦とアーセナル戦、ここをプレイしていく感じにしたいなと思います。さあまずはこの最初の1冠目をかけたユナイテッド戦までシミュレートで進めていきましょう。さあこんな感じで進めてきました。それでは運命の決勝戦やっていきましょう。今回のスターティングメンバー、こちらでいきたいと思います。さあこれまでチーム A とチーム B のターンオーバー制で進めてきましたが、決勝でベストメンバー使わずにいつ使うんだと、というところで今回は久々のベストメンバー。さあまあ一方チーム B の方ではね、苦戦しているイダルゴ・モライスではあるが、このベストメンバーの中に入って再び輝きを取り戻してくれることを期待。で今バリオスがとんでもないんでね、前回も1試合で4ゴール決めたんで、もう今チームを引っ張るのは彼なのかもしれない。さあユナイテッド相手にかましてくれ。相手のメンバーはこんな感じ。さあ相変わらず強い相手ではあるが、ベストメンバーであれば乗り越えられるはず。やっていきましょう。カラバオカップ決勝戦キックオフ。さあついに始まった4冠のうちの最初のタイトルをかけて。さあうまいよモライス、イダルゴ抜け出して、うまい決めていった。イダルゴ、やはりお前はこんぐらいやる男だ。モラエスからイダルゴ、チーム B で苦しむ2人の連携から1対0。いやーこのゴールはでかいよ。さあここはナイスリベイロ、素晴らしい。いやただ前線からのプレスがね、怖えんだ。あぶね、コスタ。さあフリーよ、バリオス、モライス、いやー惜しい。あ、タイティキーパー大丈夫。さあ2点目さえ取れればだいぶ楽になってくるとは思うが、よっけリベロ。さあただやっぱり圧かけてくるのが怖い。めっちゃすぐ取り返してくる、やばいぞ。オッケーシルバ。さあイタルコ、バリオス、モライス、これは大チャンス、決めていく。モライス、やばい、チーム B のメンツが躍動している。素晴らしいぞ、バリオスからモライス、ポジショニングが完璧。2対0、このリードはでかい。いやーコスタうまい、それはうまいよ。シルバー使って、さあフリーだ。おっとそれはまずいぞ。いやーアルメイダナイスやばいぞ、抜けられる、これはいかれた。このタイミングで返されるか、ちょっと怖えぞ。2対1、
ここで前半終了。前半終わって2対1、1点リード。ただユナイテッド相手にこの内容、悪くない。スタッツ見ると若干押されがちではあるんだけど、まあ、ただうちはちゃんと決めるとこ決めれたね。イダルゴとモラエス。さあもちろんメンバーは変えずに行きましょう。後半キックオフ。コスタ。さあいいよ、バリオス。抜け出したのはモラエス。うますぎる。見た、モラエスの裏抜け。もうこれぞモラエスと言わんばかりのマジでスーパーな動き出しだった。ここね、完全に背後ついた。いやー、モラエスの躍動。3対1、再び2点差はでかい。イタルコいいパス。さあモラエス、うまいね。いいよ、イダルゴキープ。さあでかいシルバー、いいね。今日絶好調じゃないシルバー。さあバリオスが運んで抜いていく。イダルゴモラエス、えぐいモラエス。これでハットトリック。いやー、やっぱやるじゃんモラエス。このキープ見事、バリオス。そしてイダルゴからモラエス。やっぱりこの2人のホットライン。4対1、これはまずいぞ。ナイスペレア、完璧な対応。いやー、うまいね、強いわペレア。さあバリオス、イダルゴ、モラエス、絶好調モラエス。これはあるよ、モラエスからガルシア、バリオス、ガルシア、ナイスゴール。いやー、ゴールラッシュ。もうガルシアに始まりガルシアで終わると。いやー見事、5対1。おっと、これは危な。ここで試合終了。やりました。まずはタイトル1つ目、4冠の夢をつないでいきます。そして決勝でユナイテッドにこんな試合ができるとは。さあそしてキャプテンアルメイダ掲げます。カラバオカップ決勝戦、5対1で勝利。いやー、久々のベストメンバーだったけどね。もう何はともあれ、ベストメンならこんだけできますよというのを証明してくれたんでね。そこは一つ今後の安心材料になるかなと思います。いやー、ただ前回苦戦したモラエスとイダルゴがね、あんだけやっぱやってくれるんだから、サッカーっていうのは面白いね。モラエス3ゴール1アシスト。バリオス2アシスト。イダルゴ1ゴール1アシスト。ガルシア1ゴール。さあそれでは FA カップのアーセナル戦まで進めていきましょう。さあやってきた。ではまずね、選手たちの個人成績、途中経過の方を見ていきましょう。でディフェンスラインはね、ここ2ヶ月ぐらいで一気に無失点試合っていうのを増やせたんで、なかなかいい感じになってきてるなと思います。最高でアルメイダの15試合と。で中盤、イダルゴ9ゴール10アシスト。いや安定のアシストモンスター、能力も伸びてついに94。さあえぐいことになってきた。そして今季絶好調の2人、コスタが10ゴール3アシスト、ペレイラが9ゴール5アシスト。2人ともチーム A ではあるが、いやもう本当に引っ張っていってくれてるよね。今季で確実に責任感というのは芽生えたね。さあサイド組はね、ちょっと戦術の関係でおとなしめではあるが、まあ、シルバーも悪くないし、カルドナが6ゴール6アシスト、ガルシアが3ゴール7アシストと着々と積み重ねていってくれている。さあそしてフォワード、アウベスが13ゴール7アシスト、オリベイラが11ゴール2アシスト、モラエスが16ゴール5アシスト、バリオス16ゴール6アシスト。みんな結果出しててすごいんだけど、やっぱり徐々にモラエス、バリオスの凄さっていうのが出てきたよね。といってもまあモラエスはね、さっきの試合でゴールを3上積みしてるし、バリオスは前回のウルブス戦で一気に4ゴールの固め打ちしてますんで、そういった爆発の影響だね。いやでも今シーズンも20ゴール乗せてくれそうだ。素晴らしい。さあそれでは FA カップもいよいよベスト16、カラバオは順当に取ったというところで、こちらもしっかりと勝っていきましょう。
今回のスターティングメンバーこちらでいきたいと思います。さあ今回は校長チーム A をぶつけていこう。バリオスもいいしガルシア・コスタの両サイドもね、さっきの試合も躍動していたんで期待していきましょう。さあアウベス能力1伸びで OVR82、 シルバも1伸びで88。さあ見せてもらうかチーム A。 相手のメンバーはこんな感じ。いやアーセナルもね綺麗に勝てたことはそんなないんだよな確か。しかも直近多分ね完敗してると思うんで、もう強いことは間違いなし。ただまあカラバオを制した勢いがあるんで、その勢いのままに飲み込んでいきましょう。 FA カップベスト16キックオフ。さあ頼むとチーム A。 おっとこれは危ねえ。絶対先に失点はしたくない。オッケーナイスブロック。顔面ブロックか。さあ一旦落ち着かせようか。いやーちょっとそのロストまずいよ。めちゃくちゃまずい。いやーオリベイラ、いやー失うなーそこで。ちょっと入り悪いぞ。あーナイスブロックアルメイダ。いやーちょっとね流れが怖すぎるんよ。行かれてしまった。フリアン・アルバレスだよね。行かれてしまった。いやうまかったな抜け出し。ビハインド0対1。バリオスお前いけるのか。いや惜しい。さあここ大事に行きたい。さあうまい。ペレイラうまいよ。そしてシルバが抜け出してペレイラ。さあどうシュートまで行くのか。シルババリオス決めていく。これはでかい。よく決めたエースバリオス。シルバからバリオス流し込んだ。1対1。ナイスシルバー。シルバーの安定感も最近すごいよ。さあまたしもバリオスのキック。さっきはめちゃくちゃ惜しかったぞ。おっとまたポストやばいぞ。オッケー。さあバリオスから逆サイドガルシア。これはうまい。ここはなんとかキープ。さあアーベスペレイラ浮かせてコスタ。ここで前半終了。前半は1対1。やっぱりいい勝負になっている。いやでもよく追いついた。しかも全然悪くない戦い方できてるよ。さあ後半逆転狙っていきましょう。後半キックオフ。やばいってあぶねー。開始早々行かれるとこだったぞ。シルバーナイス対応。いやーまだピンチは続く。怖いぞ。オッケー。いやーマジでよく防いだ。普通にやってるけど全然ここで4冠の夢がついえてもおかしくない戦い方してるよ。めっちゃ押されている。さあいいぞバリオス打っていく。いやー惜しい。これはまずすぎる。あぶねー。オリベイラが何点防ぐよ。これは延長も見せるべきか。さあペレイラバリオスいい展開。ガルシア拾ってバリオス。これはでかい。ここで決めるのがバリオス。よくそこにいたわマジで。ガルシアもよかった。そしてアウベスからバリオス2対1。ついに逆転。やばいってそれはうますぎる。いやーいかれた。あっさり返された。いやアルバレスあの切り返しうま。終わっとるこれうますぎんだろ。いやーこれはいかれた。さあじゃあもうここで畳みかけに行くか。アウベスに変えてモラエス、ペレイレに変えてイダルゴ、ガルシアに変えてカルドナ。2対2。
やべえ、ここで行かれたらマジでやべえぞ。ナイスからどうぞ。バリオス、イダルゴ、モラエス、さあサイド使って決めに行こう。さあコスタフリー、いやー打っていいよ。ここで後半終了。さあ勝負は延長戦、メンバーは数に行きましょう。延長前半キックオフ。あぶねー、なぜ。絶対に PK まで行きたくない。さあいいよ、ビダルゴ、モラエス。いやー、この熱戦を乗り切れるのかどうか。あぶねー、ポスターからイダルゴ、逆サイド、カルドナ。延長前半終了。さあここでボランチアルセに変えてペレイラで行こうか。さあで念には念をでカルドソに変えてリベロ。延長後半キックオフ。いいよ。さあイダルゴ、バリオス、モライス。いやー惜しいな。頼む、 PK 戦はマジでやだ。さあモライス、バリオスからモライス。いやー相手も硬いな。ここで延長後半終了。いやー PK 戦になってしまった。4冠の行方は PK に委ねられた。乗り越えれるのか、マジで怖さしかねえ。いやーもうここは止めるしかないね。さあまずは止めていこう。いやー読んでたけども。さあエースバリオス、オッケー、ナイスコース。サッカーを止める。くそー。さあモレス頼む。オッケー、安定感。いやー止めれねえよ、コースが良すぎるぞみんな。いやー素晴らしい。さあここでそろそろこっち。いやーマジかい、これは。イダルゴ止められる、止めなければ、ここで止めなければ負ける。止めていくさあペレア頼む、お前にかかっている。嘘でしょ、最後にそのキックはないよ。終わった、こんなあっさり終わってしまうのか。 FA カップベスト16、2-2 PK 戦の末敗戦。いやー4冠目はここでついえた。結構あっさりだったな。まあでもしょうがないね、そもそもアーセナルに全然勝ててないんでね、そこを乗り越えないとやっぱりね難しいなというところ。バリオス2ゴール、アウベス1アシストというわけで、なんとここで4冠の夢が終わりました。まあただね、カラバも取ってますし、残るリーグとチャンピオンズリーグ、ここはね変わらず取りに行きたいと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価でドンカスターの3冠への後押しお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。